というわけで、今日は秋田県のさくらちゃんがやってきてくれました。いや、さくらちゃん今年の夏暑かったですけどね。まあ今日は9月の3日ですけど、なんか9月に入ったら一気に10月みたいな気温になって、だいぶ9月はどこ行っちゃったんだって感じなんですけど、今年夏はどうでしたか？楽しい思い出とかありましたか？ワンニャン会の理事会に出たよ。そのワンニャン会っていうのは何ですか？秘密の組織。ああ、犬の秘密の組織なんですね。じゃあそこで理事をお務めになってるんですね。そうだよ。ああ、で、それが一番楽しい夏の思い出ですか？みんなに会えるじゃん。ああ、そう、年に何回ぐらいそれはやるんですか？3年に1回。ああ、同窓会みたいな感じであれですね。なるほどね。そうですか。じゃあ3年、じゃあ今年が終わった。じゃあ次はまた3年後なんですね。ああ、結構長いですよね。なるほどね。ワンニャン会の理事会ですか。なるほど。秋がもう間もなく迫ってきましたけど、秋は何を食べたいなとか、そういうのありますか？甘栗ですね。甘栗も美味しいですよね。じゃあまあ甘栗を食べながら、秋を満喫するっていう感じですかね。じゃあ最後にご家族の皆さんに何かコメントをお願いします。うんちしたのバレてないかな？バレてないね。多分映ってません。以上、中継でした。